こんにちは。この時間は番組内容を変更して、広島県内で2例目となる新型コロナウイルスの感染者が確認されたニュースをお伝えします。広島県の湯崎知事は先ほど午後2時半ごろ県庁で会見を開き、尾道市の40代の男性が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。本日尾道市において県内で2例目の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。尾道市在住の40代の男性で、県の保健環境センターにおいて検査した結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していることが判明したものです。3月6日から15日までフィリピンへ渡航し、15日に帰国、自宅に帰宅されております。16日に自家用車で会社に出勤し、関係先を回っておられます。17日から自家用車で山口県に家族旅行をして、されておりまして、宿に到着後発症されたということであります。そして翌18日に帰宅をされています。19日に医療機関を受診されて疑いありということで、コロナウイルスの検査を行い、20日に結果が判明したのであります。なお、この間の行動の際には常にマスクを着用されていたと伺っております。また発症してからの公共交通機関の利用はありません。立ち寄り先を含めまして、県内の濃厚接触者はほぼ把握できております。なお、この男性の家族、妻と娘2人についても検査を行っていますが、検査結果はまだ出ていないということです。県は現在特別警戒本部を開き、今後の対策の検討を行っています。